ぶらり途中下車。キラリ高級時計と途中下車の旅。本日は下町情緒あふれる森下駅からスタート。さて今回の高級時計オーナーは。おはようございます。あ、どうも。腹立つな。よろしくお願いします。今日一日頑張ります。気合い十分。よろしくお願いします。いや、こちらこそ。よろしくお願いします。頑張ります。はい。ところで山本さん、何度かいい時計をつけてますね。あ、これですか。 GMT マスター2って言って、あ、これですか。はい、パイロットとかが使ってるやつなんですけれども、まあ、なんか気圧耐えれたりとか、うん、まあ、水深何メートルとかダイバーズウォッチなんても言われてて。いらんやろお前に気圧。僕買った時は115万で、今どうやら倍ぐらいしてて200万ぐらいの価値がある。今を言うからな。山本さんの高級時計はロレックス GMT マスター2。若者に人気のスポーツモデルで、最近は価値が急上昇中なんだとか。ロレックス高なってるよな。そんな頼もしい相棒とともに森下駅周辺を散策開始。こっち行きますか。見せてるな。偉い見せてるな。すごい。いや、本当にいい街ですね。うん。あ、どうしました。なんか上りにすごい神社。そっち面、ね、江島杉山。そっちの手で千やろ、ね、裏行きたい。立派な鳥居がございますね。江島杉山神社。ロレックス見せるな。もう左手しか動いてない。綺麗な参道ですね。すごい。江戸の町。どういうことやねん。これ普通の旅番組でこれ知り合ったらめっちゃ笑うな。こんにちは。よろしくお願いいたします。ここは正式名称は何ていうところなんでしょうか。あっちだけ袖まくってるんだ。ほんまや、見えるように。江島杉山神社。高級時計オーナーはいい施設や。こちら江島杉山神社は元禄6年に創建、江ノ島の弁財天をお祭りしている神社。境内には本家江ノ島神社を模したさまざまなものが。元禄ってことは大体何年ぐらい経つ。分からんよ。330年前。相当前ですよね。そうですね、江戸時代。1905年がロレックスだから、まあロレックスより大先輩ですかね。ロレックス基準で考えるやん、ね、何でも。早速境内を見せてもらいましょう。銭洗い弁天。ああ、なるほど。ザルにお金を入れて、ご利益があるってことなんですかね。そうですね、あの、たくさんお金が増えますように。あ、たくさんお金が増えますように。あ、財産が増えますように。財産が増えます。大丈夫なんですか。でもだいいんですか。別に作法上は問題ないですか。まあ、皆さんは あのお金だったり、はい、はい、普通はそうですよね。まあ、でも実際200万以上の価値があるんで、はい、お金っちゃお金ですよね。はい、これがじゃあもっと価値のあるものにして欲しいということで。山本さん、これ大丈夫なんですか。あ、これ防水なんですよ。これ海底100メートルまで行けるって言われてる、まあ、ダイバーズウォッチも兼ねてるんで全然問題ないですし。お酒飲みたいですね。そうですか。このままこれ見ながら。はい、たくさんロレックスが増えますように。あ、ロレックスって分かります。やっぱりロレックスって分かりました。はい、ロレックスが好きやから。あ、言ってましたか。あ、すいませんすいません。なんかそうかそうか、言うつもりなかったんですけど。裏も裏も、はい、あ、だいぶこれで。どうですか、もう全然違いますよね。いや、気が増したよ。うん、一緒や。いやいやいや、変わんない変わんない。ロレックスをお清めした後はさらに境内の奥へ。岩屋道って書いてある。岩屋って本当に岩に屋号の屋で、岩屋で向こうありますよね。はい、はい、江ノ島の岩屋を模した祠の中へ。ご覧ください、真っ暗な。これ祠みたいなもんですかね。もうロケ先はもうどこでもいいからな。すごい真っ暗ですよ。指がさせればどこでもいいから。杉山和一賢行様なんで、針の先生でいらっしゃる。針の先生、はい、あ、ちょっと近くで見させていただいてもいいですかね。見てください、
ですね。いや関係ないや。光るんですよね。いらんな。別に光ってほしないわ。になっておりまして光るんですよ。例えばこういう本当にこう暗いところに行くとご覧ください。ほら光るんですよね。これは大変なご利益ありますよね。嬉しくないです。針の先生ってのはこの長針も針っていうことなんで、こう長針短針針の先生っていうのは、まあこれも一応兼ねてるってことでいいですかね。暗闇で何人か光ってるやつおったら、うん、こう針の先生に認められたこの長針と短針がね、はあ、いいですよね。こあいいですね。こういうとこにも、はい、ご利益たっぷりの神社を堪能した山本さん。続いては、いや本当にいい街ですよね。なんか古き良き日本の街と今の文化が混在してるような。どうですか、そろそろお腹減ってこないですか。おやおや、もうそんな時間ですか。だってもう時間も1時半ですしね。しっかり見せるな、うん、日本時間で今1時半で日本時間、まあ、スイスだと今まあ5時ですか、はい、スイスの時間も分かるんですか。何がええねん分かる。これスイスの時間も分かるんです。ロレックスですから、まあ、そういう機能もありますよね、はい、日本だけで使う時計じゃないんで、まあ、海外旅行する人前提に作られているようなところもあるんで、はい、115万なんで、はい、チャンスの時間。フルで見られるのはアベマだけらしいね。プレミア会な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。